皆様こんにちは、山芋です。本日はワールドネバーランドエルネ王国の日々アプリの方を進めていきます。はい、今ですね25日の昼の2国で全然ちょっと進めてません。でもバトルアリーナランキング現在7位とイベントだけめちゃくちゃ頑張ってます。はい、ということでもうイベントが終わってしまっていて、まあ皆さんもね私の順位が見れると思うんですけども、撮影はしていたんですけども動画を作りきる時間がなくてですね、中途半端になってしまったんで、その時の状況を見ながら私もここでその自分を実況していこうかなと思いながら、まあ、今日はちょっとわちゃわちゃっとした動画になります。いやトップ10にね今いるんですけども、まだ31日ということで来週の火曜日にはちょっとガクンと下がる恐れがあるのと、ここから5位の中に入るにはちょっとね心の余裕と時間の余裕がないです。お金は用意したんですけどもお金はこの日のために用意したんですけども、はい、そうなんです、お金はね用意したんです。ちょっとね子供の大会とかがいろいろあって母親の私がゲームをしている場合ではなくなってしまいまして、仕方ないですね。ちょっとランキング上位にはちょっと老後の楽しみということでもうちょっと待とうかなと思います。はい、言い訳してます。まあ、月をまたいでしまってね他ゲームをちょっと忙しくなってしまったっていうのもあるんですけど、まあ本当にまあエルネア愛がね私に足りないのだと思います。もっと精進していきたいと思います。ただなんで私が今回走りたかったか、トップに入りたかったかっていうのをねちょっと見ていきたいと思います。はい、ランキングのお衣装が可愛いんですよ、素敵なんですよ。で、これ、おそらく色違いだと思うんですよ。以前、ナナさんからパスをいただきまして、我がエルネ王国に移住してくださったこのレイモンドさんの、このかっちょいこの白と色違いのような気がするんですよ。このお帽子ね、よく見ると、このエルニアのこの王族のマークである、この蜂がね、蜂さんがいるんですよ、このマークが。で、めっちゃかっこいいんですよ。で、まあ、まあ、そういう経緯もありました。私はちょっと上位に行きたいなと思っていたんですけども、ランキングがね、1位、2位、3位、4位から5位、5位までの方が、夜桜の衣装をね、ゲットすることができるんですよね。まあ、ちょっとこう書いてあるけど、本当に蜂さんのマークついてるかどうかちょっとわかんないんですけどね、ちょっとぽいなと思ったんですけど、違うかったらごめんなさい。見えないんでね、これね。で、まあ、最悪20位、できたら10位内を目指して、今回は頑張っているんですけども、本当にね、時間があれば、いや、無理ですね、ちょっと体力が。いや、皆さん本当すごいです。もう全員リスペクトです、私。で、ポイント報酬、これ777位と7位もね、これもらえるか、私7位頑張ろうかな。で、ポイント報酬はこれですね、これももらっていこうかなと思います。いつも通りの豪華さでございます。ありがたいですね。で、お知らせが他にも来ていて、仕立て屋さんですね。はい、お洋服が変わってるので私はこれをちょっと今日引きたいんですよ。お洋服を新しくしてバトルアリーナで皆さんと出会いたいなと思っております。レア箱もいいですね、可愛いやつがたくさん入ってるから楽しみです。大人用の衣装をちょっと引こうかなと思ってます。で、ロキくんなんですけども、こちらですね、現在特攻武器をマックスまで育てているのと、パリングとちょっとガンライトニングいらないんですけども、本当に下3つのヘブンショット X プラスと、ライトショットプラスとミドルショットプラス、この3つしか使ってないです。もう SP のドラゴンショットも使ってないですね。今回下の3つだけでやってます。で、もちろんね、能力はカンストしてるんですけども、加護をね、カートフつけてます。で、カートフが8が2つと6が3つを真珠で固めてるんですけど、多分お強い方はね、もう10を全部固めてるのか、8って固めてるのかですよね。ちょっと6がついてるので、ちょっとやっぱり私は弱い人ですね。はい。ちょっと上位に食い込むには厳しいスキルかな、カゴかなっていう感じです。今回もね、ミッションの方でバトルアリーナでいろいろアイテムがもらえるので、まだね、やってない方は、15勝だけでもね、15連勝だけでもしていただけたら、豪華なアイテムもらえます。ではですね、ちょっと、15戦、ちょっと行ってみたいと思います。本当に、ね、下のやつしか使ってなくて、で、今までね、武器を、特攻武器を、マックスまで育ててバトアリに行ってこなかったんですよね。いつも間に合ってなくて。そしたら今回ね、皆さん、すごいですね。やっぱちょっと前より、いつもよりはちょっと上の方にいるみたいで、
おしゃれな方にたくさん出会えてます。ちょっと喋りながらだと死ぬかもしれない。いつも先にゲーム画面撮ってからやるんですけども、ちょっと今日はどれぐらいの速さで私がこの15連勝をするのかっていうのをね、お見せしたいと思います。ちょっとどっかでミスったらごめんなさいはい、いきますね。まだ7勝目、8勝目ぐらいまではまあ余裕かなと思っても、8勝目に不利の武器が来た時はちょっと考えます。考えながら戦います。だから7勝目ぐらいまではもう余裕でガーッと押しちゃってますね、いつも。はい、いきます。直樹さん、はい、ストレートでいきます。見てわかる通りですね、パリング使ってませんパリングを使わずに今回は私ゴリ押しで行ってます。はい、いきますよ。どんどんね、お洋服が高級になってきて、あ、ちょっと強い人に当たってるんだなっていう感触がありますね。で、一番怖いのはカウンターですね。カウンターが来ちゃうとグリフを使うしかなくなっちゃうんですよね。はい、もうここら辺からおしゃれな人たちがどん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 増えてきてます。はい、ストレートでいきます。8勝有利、 OK ですね。今何勝目か何戦目かと自分の武器が不利か有利かしか見てないですね。やっぱ時間かかっちゃうの。今何しましたカウンターはちょっとまだやめてください。はい、10連勝。対等、対等ちょっと危ないですよね。対等はね、ちょっと速さがね、負けますね。私のこのセットだと、聖なるカゴのセットだと。ちょっと間違えましたね。4777で行きたかったんだけど。ここで10勝ジェラ、いけるかな？うん。向こうは長剣、ちょっと火力が高いんで。ジェラルさん、ごめんなさい。おっと。もう一回私から行けば。おっと、これ危ない。ギリギリでしたね。パリングを。オッケーオッケーオッケー。パリング大丈夫でしたね。ここで対等、王様ですね。王族の方。ミリーさん。すごい。ミリー国の方だったのかな。名前を引き継いでらっしゃるんだろうか。ちょっと間違えた。行けましたね。ここまでサクサクっといってます。有利なんでこのままいきます。不利が来るともう赤いやつ、2倍をつけます。うん、いきます、そうですね。はい。で、ここで、これは特攻武器ない。もしかしたらちょっと死んでしまう恐れがあるんですけども、一回そのままで行ってみます。あー、向こうも、キラキラ。この武器めっちゃかっこいいですね。この武器めっちゃ欲しいです。私から行きましたね。カウンターをされなかったら私の勝ちです。パリング、あ、もう一回行く？カウンター。これはね、ダメですね。ちょっと、こちら購入していきたいと思います。あれで、パリングであったら私言ってたんですけど、カウンターだったんで、まあ、一か八かにかけてもいいんですけどね。はい、14勝いきました。あと3不利なんで2倍かけます。まあ、こんな感じで、そんなに時間かかってないんですよね。なので、まあ、上位に、食い込めたのかなっていう感じがしました。はい、15年中で私のポイントは12万2000ですね。12万2000しかまあ一周でゲットできないっていう感じです。で、すごい綺麗な7位ですね。マジで7位のやつ狙ってる人みたいになっててちょっと恥ずかしいんですけども、すいません、狙っていきます。では福引きですね。どうしよう。たず10連大人用衣装引いてみようかな。いきまーす。先引いてから行けばよ。おー、めっちゃ可愛い。これ持ってないですね。ありがとうございます。これはレア箱で、これ新作ですか？レア箱のやつです。ありがとうございます。
これは持ってます。これは持ってるけど、これは何個あってもいいやつですね。運がいいんですか？これ2つ出たよ。これはデートの時に着ないといけない。パッチワークは何個あっても可愛いですからね。これもレア箱なんだけど、ちょっと運が良すぎませんか？大丈夫ですか？私。可愛い。これも可愛い。これ新しいやつですね。話し集ですよね。めちゃくちゃいいじゃないですか。レア箱3つ？レア箱3つ出ちゃったんだけど。すごい。ありがとうございます。ちょっと、お帽子も欲しいんで、ちょっとこちらの方1枚、ちょっと、帽子狙いでいきたいと思います。帽子は来なかったけども新作ですね。ちょっともう一回、もう一個行こう。もう一個、帽子、お願いします。帽子。もう何色でもいい。文句言わない。はい。もう一回行こうか。もう一回行こうか。もう一回行こう。新作もう一個行こう。お願いします。もう一個、お願いします。来い。来い。親子デキ、親子デキを。いいよ、いいよ、ちょっと。まだ、意外に持って9枚あるから。これ最後、これラスト、ラストいきます。はい、で、ここでね、機材の方がちょっと止まってしまって、撮影がね、なんか変な感じで止まってしまってたんですけど、今着てるお洋服がそうですね。どこだ？これですね。これが最後に当たったやつ。で、今、頭にドーナツが乗っかってるんですけども、当日にね、ライブ配信をちょっとしたんですけども、エイプリルフールのイベントが来ました。過去のエイプリルフールのイベントは概要欄の方に貼ってます。で、これのね、話もしていきたいと思います。で、こちらが私の順位ですね。結局、20位。ギリギリ。これ私、土曜日かな、600万ぐらいまで上げてて、そっから全然やってなかったんです。まあ、エイプリルフールぐらいの時まで7位で頑張ってたんですけど、その後、今まで走った分の2倍ぐらい走らないと1位取れないんだなって、もっとか。だって追い越せないってなって、ああ、もう、すごいと、本当にもう感服でございます。で、今、家にここ帰ってきてるんですけど、ちょっと待って。どんよりしてますね。これ食べていいかな？ダメだ。甘くない。置かないで。あ、ちょっと待って。ちょっと。あ、そうだね。ジョディ・ラウルは親戚だよ。やめてくれ、兄ちゃん。あれ？これは、兄ちゃんの奥さんだよ。誰の奥さんだった？そうだよね。夫婦で。夫婦でお願いしに来た。あ、ちょっと、姉さん。お姉さん、かわいいな。マリアさん、かわいいな。まあ、この服、ちょっと貸しといてあげるよ、まだ。で、また食べちゃった、間違えて。よし、ハニークッキー食べた。で、ここに今、ドーナツを置いております。2階にもドーナツ置いてこようかな。これ、本当にね、その、4月1日だけだったんですよね。で、イムにご飯をあげると、今までのね、過去のエイプリルフールの釣り餌をゲットして、いろいろね、今までのイベントも楽しめるっていう、本当にすごいイベントでした。エイプリルフールイベントはすごかったです。ドーナツ探してみましょうかね。あれからちょっとだけ増やしました。やっぱりちょっとそんなにできなくて、残念ながら。結構、増えてきちゃって探すのが大変になってきましたね。ありますね。まだ3個ありますね。これちょっとね、配信でも笑ったんですけど、ちょっと下なんですよね。このかけるとこよりもなんかこう、下の方にあって、吊るす感じになっちゃうんですよね。で、ちょっと家の、ここがね、ちょっと怪しい。なんか、ドーナツマンみたいな感じになるっていうね。こっちはまだ、いや、こっちも大概ですね。ちょっと面白い感じになるので、皆さんもぜひね、やってみてください、これ。おすすめです。で、ちょっと最近ね、全然やってなかったんですけども、エルニアの年末年始が結構忙しくて動画を撮るポイントなので、ついついね、ちょっと止めてしまってるんですよね。まあ、イベントがあるとまあ止まっちゃうんですけど、私。で、次のイベント情報がもう来てます。来週がミアラと助手とのことで、楽しみですね。なんかお手伝いをして特別な報酬を手に入れるやつ。これ比較的エルニア界で言ったら新しいイベント。ちゃんと参加したいと思います。今回のイベントは、すごい楽しかった。バトアリ楽しかった。すごい勉強になったし、やっぱ自分をちゃんと育ててると楽しいですね。これちょっと待って、親戚？これ誰だ？
誰かのお父さんじゃないの？この服アップで見ると可愛いな。あ、エルマンさん。エルマンさん、アンドゥヤルさん、アンドゥヤルさん。誰の家だ、ここ。アゼル君も21なの？びっくりした。ネルバーの息子だ。あ、誰の人と、一人暮らしか。アンドゥヤルさんってどっから来たの？ウィリンさん。さっきの亡くなった人とはちょっとだいぶ家系が離れてるの。アブナーさん。あ、ロサナさん聞いたことあるよ。これもリノックスくんとこ。あー、もうわかんない。家系図ちょっともうぐちゃぐちゃになってね。人んとこの家もうだいぶ忘れてる。てかまたどんよりしてる。あ、お母さんおやすみなさい。それで元気ない。こんにちは、シンシャちゃん。お父さんお休み。服変えたんだ、ま、とりあえず今日は全然エルニアの話進んでないんですけど、イベントがすごかったっていうのを言いたかったです。バトアリはちょっと楽しみました。で、エイプリルフールはね、やっぱ毎年4月1日はちゃんとチェックしないとダメだなと改めて思いましたね。あ、誕生日おめでとう言ってくれる？言ってくれないんだ、他人なんだ。いや待って、アンガス君ってもしかして。あ、ジェニファーちゃんとこの、まだ大きくなってないんだ。いや、アンガス君ありがとう。誕生日の日に一番初めに話しかけてくれたのアンガス君だ。アンガスっていうとオスキツ国の初期の王子になる人ですよね。で、私オスキツ国やったことないんですけど、みんな結構ツイッターとかでアンガス様の話をしてるなっていうのをよく覚えてるんですけど、すごい立派な名前を継承してますね。誕生日他の人誰か話しかけてくんないかな。そう、レノックスくんとアナベラちゃんとか子供生まれたの私見てないような気がするんですよね。とそれだけ見に行こう。ああ、ちょっと待って、ここの食事風景はちょっと気まずいな。お、これ誰だ、下痢の妹。レノック、あの美人がいるぞ。誰だったっけ。あ、それクリステルちゃんか。いや、なんかすいません、なんかお邪魔しちゃって。ちょっとなんかアナベラちゃん喋れないな。どこだ。あ、ちょっと。いや待ってよ、見せてくれ。お葬式すいません、神聖のお葬式に笑ってしまってありがとうございました。もう一度行きます。何でもありません。で、どこ？ちょっと見えない。どこ？子供はどこだ？え、いなくなっ、え、この家じゃないの？あ、いた。え、エウヘニョ。エウヘニョ。エウヘニョ。いつ生まれたんだった？私、見に来てた？茜の力だ。あ、見に来てたっけ？もう記憶が。え、茜の力持ってる子に会ってたっけ。ちょ、めっちゃ嫌がられてんじゃん。親友になろうよ。大きくなったら親友になろうね。あ、よかったよかったよかった。ミルクとかあげちゃおっかな。気まずいかな。はい、ということで、次こそは進めよう。いや、でもまず一回イベント挟んでから進めようかな。とりあえずバトアリ終わったんで、またね、武器の、くじを引かなきゃいけない時期がもうすぐやってくるんですけど、やばい。服のこと何も言ってなかった私。20になったなーっていうのでびっくりしすぎて何も言ってなくてびっくりしました。はい、ロキ君お似合いでございます。で、こういう時に限ってイベントないんですよね。いや、かっこいい、ありがとうロキ君。てか、この20以内本当に譲っていただけてありがとうございます。いや、帽子やっぱりかっこいいわ。わ、かっこいい。誰かとご飯行けば、あ、セシリオさんを。父ちゃん、ご飯行けないもんな。友達。これはレイモンドさんと、二人でご飯食べるしかない。出かけれないの？なんで？え、ロキ君用事ないでしょ？ロキ君授業違うでしょ？なんで？お昼じゃないから。ちょっとストーキングする。いいなぁ、マント。そのマントがいいなぁ。僕はマントがないんだ。レイモンドさん。僕マントないんだよ。
マントないけど後ろキラキラしてるでしょうね。あ、当選星を、あ、昼だ、来た、よし。この映像が尊いな。ちょっと名前が邪魔だな。何食べる？お、いいいいいい、なんか頑張ったな、頑張ってよかった。20以内、いや今回は200以内、100以内入ればねこの衣装もらえる。あ、ちょっと私1日あのこね、数日ちょっとエルニアを触ってない間に誕生日で止めてることを忘れてたごめん、祝ってくれた。まあそんなもんじゃないのあ、ありがとう、レイモンドさんお祝いしてくれた。あ、誕生日が楽しみだったけど大人になっちゃうとそうでもないよね。そんなこと言いながら2人でご飯食べてるじゃん。かっこよくても力も強くて何でも知ってる大人に変身するくらいの気持ちでね、一長一短にはいかないよね。大人になっても努力は努力の毎日は続く。お誕生日ってこんな会話してんだね。なんだか夢がないな。子供たちの前では胸張ってなよレイモンドさんかっこいい、かっこいい、あ、いや、めっちゃ優しい、誕生日に優しい、今日は楽しかったの、優しい。あ、お茶に誘う？うん、誕生日だもんね僕の。ドーナツも置いてあるし、めちゃくちゃいいこれ。あ、冬に飲む甘いお茶は幸せの味って感じしない？うん、蜂蜜を入れたミルクティーは冬の飲み物って感じだね。冬の会話だ。スプーンで蜂蜜を口の中に入れて溶かすように飲むのも好きなんだ。ボアジャムを口に入れて濃いめに入れたストレートのお茶で流し込むのもいいよね。あは、行儀悪いって怒られるけど子供の頃に一度はやるよね。素敵な会話だ。あ、飲み終わった。あ、帰っちゃ、あ、また寂しいの、お誕生日だからね。あ、待って、やばい、パオラ、え、パオ、どっち、違う、レイモンドと喋れ、レイモンドと喋れ、パオラ、ダメだよパオラ、ダメだよパオラ、なぜレイモンドさんと喋らないんだ。ここはちょっと逃げ切るためにこのまま動画を終わりたいと思います。テイ魔法、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。